です本日はですね、まあ、超個人的な動画なんですが、若手が充実している球団についてお話ししたいなと思います。ファーマーを見ていてワクワクする選手が多いなという若手選手の多さや、1軍で活躍している若手選手の多さなどでこの順位をつけていきたいなというふうに思います。もちろん若さが絶対であるわけではありません。 逆にファームが強いからといって育成が進んでいるとは言い切れない部分もありますし1軍主戦力選手に中堅選手、ベテラン選手、若手選手、まあ、これらがバランスよく融合しているチームが理想的とも言われています、まあ、ただ期待の若手が多いほどファンはポジれますし若手が多ければ強さが長く続いたり、まあ、やはり長期的なことを考えると彼らへの活躍の期待というのは大きいですし今の一軍選手の後継者も固まりやすいというかその可能性が高まるかなと思います、まあその 中で若手についいいてお話ししたいなと思いますもちろん戸郷選手や村上選手など若手ですが既にチームの柱となっている選手たちもいますがあくまでも今回は人数等も重視していきたいなと思います今回はセ・リーグの投手編でございますまずはヤクルト投手課題と言われるヤクルトで先発防御率は 4.839S 率30.8%どちらもワーストです 投手崩壊が顕著で、多くの試合で早々に大量失点など主導権を握られる試合も目立ちました。チーム全体で投手課題、先発はいまだに大きな課題、19年指名の杉山選手、吉田選手、大西選手で一軍で多く投げられたのは吉田大輝選手。 期待の高橋圭二選手も安定感が課題で、好投もありましたが、ローテーション定着とは慣れておらず、まあ、彼が一軍でがっつり投げるということができていないからこそ、ヤクルトのローテーションは苦しくなっています。しかし、中継ぎで清水選手がブレイクし、最優秀中継ぎのタイトル、梅野選手、長谷川選手、今野選手、寺島選手と、2020年は光を見せた投手が多く、少しずつ投手が揃い始めてきています。 もちろん2021年彼らが先発となる可能性もあり確定ではありませんが将来的には寺島選手長谷川選手は先発となるんじゃないかなと思っていますもちろん高橋圭二選手にはやってもらわないと困りますが一軍で中継ぎ中心で少しずつ充実していきました、まあ、おそらく先発転向組とルーキーの木沢選手らが2021年は一軍で先発となるんじゃないかなと思います、まあ、小川選手や石川選手そして高梨選手や スアレスらが一軍の先発で多く投げてくれていて、まあ、小川選手が残留となったことは本当に大きいなと思います、まあ、ただ2021年も先発課題は続く中で、まあ、こういう若手選手が一軍で投げることができてきた、まあ、充実もし始めてきてるんじゃないかなと思っていますが、まあ、あとは戦力というところとこの中継ぎで光を見せた選手たちが、まあ、2021年以降もどん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 一軍で光っていてほしいなと思いますそしてファームでも奥川選手が7試合で19.2回防御率1 8 3中8三振 抜群の制球力、急速、自慢のスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、さらにツーシームと引き出しの多さ、制球力ともにずば抜けていて、否定的な方もいるかもしれませんが、まあ、ファームでの登板もほとんど見てきましたし、フェニックスでの登板も見ていれば、まあ、心配はいらないかなと思いますし、もう高卒ルーキー離れした総合力の高さを持っているんですよね。まあ、本当に12球団でもトップクラスのプロスペクトだと思いますし、2021年一軍となるかどうかは分かりませんが、まあ、しっかり、 育っていいいくんじゃないかなかと思いますまた一軍でも良さを見せた金久保選手、久保選手、大西選手も控えていきます。もちろん大西選手はまだ全体のスケールアップ、久保選手も請求そしてスピード感も期待したいところ、オープン戦で156キロを計測した杉山選手の安定感は課題だったり、市川選手もスピード感含め武器が欲しいところ、ヤクルトだからこそ一軍という選手も多くいた中、 競争が激しくなってきたり有望株も控えるようになってきました2020年の戸田では山田選手、原選手、クック、イノアの調整や田川選手らが多く気をもう少しダブつき気味な印象20年多く投げた大西選手、久保選手、金久保選手奥川選手、市川選手鈴木選手らが多く投げることが予想されますが2021年戸田これまでより未来がありレベルアップも期待したいなと思いますそして広島 2010年、投手課題のチーム、経験組が苦しく、2年連続再編を強いられた中で、やはり中継ぎでフランスアイゾンが大きかった。ただ、先発でけが人が出ながら、栗選手の大成長、ルーキーの森下選手が新人王、遠藤選手が多く経験することができたり、中継ぎで堀江選手、稀村選手、島内選手が1軍で光を見せられたり、中村優太選手が1軍で再び好投を見せられたり、苦しい投手陣の中で若い力が1軍でも光ったシーズンでもあったかなと思います。 まだまだ投資課題のチームではあるものの先発で森下選手遠藤選手床田選手が柱になりつつあり中継ぎでも堀江選手島内選手ラ選手と多く経験しており2021年の主力として期待できる選手が多く充実し始めてきたと言えるかなと思います。 二千二十一年には、社会人ナンバーワンの栗林選手。即戦力的に期待の森浦選手。大道選手も入ることが予想され、若い選手の活躍、大変期待したいなと思います。十、ま、二、あ、球団で見ても充実してきているラインナップと言えるんじゃないかなと思います。 そしてファームですが25試合で26回12セーブ防御率1.7327三振の田中則彦選手18試合で24.2回防御率1.0928三振で支配下をつかんだ藤井玲奈選手など期待の投手がいてフェニックスで良さを見せた玉村選手や手術から復帰の高橋選手と数は多くいるものの一軍実績はあると苦しむという選手が多い広島アドバー選手も近年先発転向で苦しんだりオフには肘の手術など苦しい戦いが続きます まあ、2020年期待をされていた高橋美希也選手や復活期待の高橋光也選手そして外国人選手の来日可否が不明な中でコルニエルも大事になります、まあ、ただもちろん田中紀彦選手藤井レイラー選手も2軍で数字はいいとはいえ全体のスケールアップはまだまだ欲しいところいきなり1軍となれるかは微妙なところで、まあ、秘密兵器的な期待はありますが、まあ、いきなりバリバリ1軍で計算というのは難しいかなと思います、まあ、彼らを除くと山口選手アドア選手らファームでも苦しんでいる選手が、まあ、多い印象があります、まあ、前試合見れているわけではありませんが が十2球団基準で。 将来性充実度を考えると、まあ、少し低めになるのかなと思います、まあ、投資課題のチームですので若手にとってはチャンスの2021年ですそして d n a、まあ、何度かお話ししていますがずっと上位で先発投手を獲得し、まあ、彼らが結果を残しながら度重なるけがそして不調などもあってなかなかずっと1軍で先発が計算できていない d n a 先発として期待していた三島選手石田選手が中継ぎとなっていて浜口選手今永選手上茶谷選手東選手と1軍で結果も残していて全員がそれを 本本当当ににですが本当に揃いません、まあ、だからこそ1位を投手で獲得し続けますが結局けが人が出てルーキーだよりだからこそ伊能選手などを経験もあってローテーションを守ってくれる先発は貴重ですが移籍に、まあ、その中で2020年は平選手大貫選手の成長上茶谷選手の復帰など計算したい投手が増えてきましたまた砂田選手もようやく1軍に戻ってこれたりルーキーの伊勢選手が光を見せられ始めました 坂本選手が課題を見せた部分もあったり、浜口選手は相変わらずで長期的に計算が難しい中で選手は豊富怪我がなければ相当充実して A プラスと言えるんですがほとんど計算できず、まあ、マックスで A プラス今永選手、東選手が計算できずワンは坂本選手、浜口選手、桜井選手という状況、まあ、12球団でもかなり課題となっている中、池谷選手にとってはチャンスになるんじゃないかなと思います。 そして将来性ですが DNA はとにかく若手が多くイースタンで投げることができています DNA のイースタンの防御率は3.76でリーグ4位と平均的2020年最多勝の育成宮城選手エース候補の坂口選手高卒ルーキーの浅田選手怪我もあったのですが19年イースタン最多勝の中川浩選手1軍でも5勝を上げた経験もあり2020年1軍でも予算を見せてきた 印象の京山選手そして安定感は課題も左腕から高い出力で三振を奪える力のある桜井選手ら22歳未満の投手が多く投げている最も若いチームと言える中で、まあ、指標で平均的というのは未来が明るいと言えるかなと思います、まあ、勝俣選手フォーム変更を含めかなり苦しんでいる印象もありますが全体、まあ、として若手が 多くポジれる投手陣かなと思います。まあ、ただ彼らもブレイク期待と言われながら、なかなか一軍で花開けていないということも多い。一軍当板終わりながら定着となっていない選手もいて、もちろん飯塚選手もそうで、立場が少しずつ苦しくなってきているかなと思います。ただ、その中でフェニックスでアピールした彼は、2021年こそ勝負になるかなと思っていて、先発課題のチームから大きな補強がないことが想定され、2021年はさらにエース今永選手も離脱想定。若手のチャンス、必ず来ると思います。そして中日。 大, S 大野雄大選手、柳選手、福谷選手の3人が中心でローテーションを回した2020年チームが苦しいときに松葉選手が好投して救ってくれたり勝野選手がローテーションに入ることもできましたただ当初ローテーションの梅津選手が怪我をしてしまったり小笠原選手、山本選手ら一軍先発で活躍とはなりませんでした しかし、小笠原選手も少しずつ休息が戻りつつあり、山本選手も終盤に炎上こそありましたが、着実にファームで結果を残してきました。そして清水選手がどんどんとスケールアップし、2021年は一軍想定かなと思います。また藤島選手も2020年こそファームでの出場も増えましたが、冬内外でも投げられるようになったり、やはり期待要素も大きい選手。何より絶対的守護神のライデル。そして2020年支配下、一軍でも先発して勝利を挙げ、150キロオーバーの出力、5区玉やスライダーで三振を奪 ジャリエル国際大会次第でどれほど計算できるかは不明ですが1軍の先発柱期待の梅津選手勝野選手ジャリエル守護神のライデルローテ候補の清水選手山本選手橋本選手リリーフ期待の藤島選手もちろんまだまだ若手選手安泰とは言いませんがかなり1軍候補でも充実しているんじゃないかなと思います そして将来性でもロマンの塊石川翔選手が投げられるようになってきたり守護神としても起用されていたマルク選手が支配下復活を見せたい元開幕投手の笠原選手サイド転向の鈴木宏選手過去に一軍で結果も残した選手もいてもちろん山本選手や橋本選手清水選手らも1年間一軍定着とはいかないかなと思っています、まあ、彼らも行き来するかなと思っていて若手の競争も激しい上に高校ナンバーワンクラスの高橋選手が入ってきます 竹内選手や柿越選手が怪我で育成もチーム全体かなり充実しているかなと思っています2021年は山本選手小笠原選手梅津選手ジャリエル清水選手藤島選手らがもう一歩上に上がってくれることを願っておりますそして阪神期待も込めて少し辛めにつけました2020年一軍で多く投げられたおか手がこの3人 もちろん阪神は2年連続で投資整備多く若手にチャンスもありましたしかしその中で藤島選手岩佐田選手がガンケルらをリリーフに回して整備など経験のあるメンバーが大変強力でなかなか若手が食い込めていません、まあ、毎年毎年多くしっかりと補強しているからこそ若手もその壁を乗り越えることができていないまあ、ある種理想的なチーム運びでもあるのかなと思います ま、馬場選手が一時期セットアップ的に起用されそこでアピールし変化球をうまく使えたことで2020年は一軍で大きな成長2021年は先発の可能性もあるかなと思います19年指名の小川選手が開幕一軍当初苦しかったのですがファームで好投一軍で経験を積むこともできましたただ2020年ブレイクの期待もあった浜田選手望月選手が一軍とはなれず変化球の課題が続きます圧倒的な直球を持ちファームで結果を残したり、まあ、19年以前には多く投げた望月選手もなかなかあと一歩という ところで苦ししみ時間ももかかってままいそうな印象もあります。佐伯選手も怪我の影響で育成に19年指名の西選手がすでに多く投げ高いレベル及川選手も安定感は課題ですが早く経験することができました、まあ、川原選手、湯浅選手が怪我の影響もあってかファームで多く投げられているわけではなく牧選手も育成で支配下に戻ることはできていません1軍に近い若手、望月選手、浜田選手そして将来性で西選手ら控えていますがトータルで考えると数が多いわけではないことまた1軍で主力選手 で補強がしっかりとあるからこそ、なかなか彼らも壁を乗り越えることができていません。まあ、課題も続くこともあり、心配でもあります。2020年のドラフトで多く即戦力に近い投手を指名したがゆえ、彼らに先に越されてしまう可能性もあるのが心配要素もちろん、阪神投手陣が大変強力だからこそ食い込むのが難しいことは間違いありません。すでに高橋選手は柱を期待している投手が多いんですが、まあ、全体的には少し絡めになるかなと思います。そして巨人。 巨人には、戸郷選手という高卒2年目選手が一軍の柱として大ブレイク。すでにチームの絶対的存在となっていたり、20年は先発として1年間戦うことができていなかったのですが、中継ぎとしてもチームを支える田口選手。フォーム変更が生きて一軍でリリーフで多く登板できた大江選手。怪我はありましたが、1年目から多く投げた先発サワーの高橋幸選手と、若手ですでに一軍という選手はいるものの、近年の指名が高卒選手中心だったからこそ、若手の一軍投手が多いわけではありません。 そして桜井選手や桑原選手といった、まあ、ある種、即戦力に近い一位選手も、まあ、一軍で長期的に結果というわけにはなっていません。 まあ、昨年整備できたとはいえ最後まで状態を保つことができていなかったことそして先発中継ぎどちらも課題を残している巨人平内選手1年目からの期待をしたいところ、まあ、数こそ少ないんですが競争激しい巨人の中ですでに主力となっている選手も多く、まあ、ある程度高めになるのかなと思います、まあ、ただ近年の将来性指名がゆえファームは超充実と言いたいところなんですが、まあ、近年支配下で指名された米原選手や辰己選手リアオ連レレイや谷岡選手らが1軍戦力と慣れていなかったり育成で多く 指名も支配下契約を掴んで今も支配下に残っているのは投手では堀岡選手、沼田選手のみ横川選手、井上選手と非常に期待ができる若手投手手術のため育成となった直江選手とまあ、今後一軍を背負いそうな投手は出てきてはいるものの、まあ、母数としてそこまで多いわけではありませんもちろん堀岡選手、沼田選手は2020年一軍の壁にぶつかったのですが有望株であることは間違いありません2020年ファームは太田龍選手が最長イニング個人的に気になる山川選手などが多く投げています が畠選手、今村選手、ディプラン、野上選手らが、まあ、調整的な意味合いで多く登板しており若手は3軍となることが多いドラフトの山崎選手は手術明けのため登板はないと思いますし直江選手19年1位の堀田選手も育成で、まあ、怪我の影響でじっくりとなるのかなと思います横川選手、井上選手、堀岡選手沼田選手太田選手ら、まあ、充実気味ではありますが2021年は2軍そして1軍登板も増やしたい選手も多い 全体を通して個人的に最も充実していると思っているのは中日かなと思います、まあ、ただもちろん何度か述べている通り若手が多いから必ずしもいいわけではないですし、まあ、中日も補強が多くないからこそその若手選手が1軍で光を見せている、まあ、だからこそ期待というふうになるのかなと思います、まあ、期待できる若手がいて、まあ、本来2軍で課題をこなしたい選手が1軍ローテが苦しいからこそ学徒同意、まあ、そこである種光を見せてもまだまだ課題が続く中で、まあ、ずっと起用が続き、まあ その中で良くなる可能性もありますがフォームを乱してしまったり自信を喪失してしまう可能性もあるかなと思いますまあ阪神のように、まあ、期待の若手選手がなかなか1軍の現有戦力を超えられず1軍戦力主戦力となれていないということもありますまあなのでそれぞれチームによって充実度合いまあ意味合いは全然変わってくるかなと思いますまあ中日に阪神のようなしっかりとした補強があればまあ今の若手選手が1軍で引かれているかと言われると微妙なところがありますまあ、ただですねそういうい若手選手選を育成するための の補強ででもあるんです。しっかりとした補強があって一軍の戦力があって、まあ、その中で2軍で多く経験することができる若手がいて、まあ、それでバランスが取れるというのが、まあ、ある種理想的なチーム運びかなと思っていますで若手選手たちがその補強をした選手たち一軍の選手たちを超えること強力な選手を超えて一軍の座をつかむそれで初めてブレイクだと思っています、まあ、もちろん全員に平等に機会を与えることは難しい人によってそこが変わるのは、まあ、なるべく避けたいところではありますが仕方ないかなと思います これはドラフト順位でもある程度関わってくるのかなと思っていて恵まれない選手もいます、まあ、ただ競争が激しければ激しいほどチーム力は上がってくるかなと思いますし、まあ、どんどん若手にアピールしていきたいところ、まあ、やはり個人的にはファームを主戦で見ているので、まあ、球団の垣根を越えて多くのファームの選手頑張ってほしいなと思っております以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました